はい、どうもこんにちは、ひろみです。本日はですね、こちら東急電鉄のね、あの田園都市線と東横線と大井町線と目黒線をね、ちょっと路線風にね、ちょっとレイアウト作ってみたんで、今回は紹介したいと思います。はい、ちなみにですね、こんな感じでこの4路線はですね、それぞれの路線と合流してるんでね、それにちなんでね、レイアウト作ってみました。はい、まずはですね、こちら渋谷駅ですね。はい、ここにね、渋谷駅ってね、表示ね、紙で作りました。ちなみにね、折ってね、作りました。でね、こちらにはですね、はい、渋谷のね、スクランブル交差点とトミカを置いてます。はい、そんな感じです。で、次がですね、こちら自由が丘駅です。はい、東横線とね、大井町線が乗り入れする駅ですね。そしてこちらがですね、二子玉川駅です。田園都市線と大井町線が乗り入れします。ここでですね、田園都市線と大井町線は Uターンします。はい、そしてこちらがですね、東横線と目黒線が乗り入れする田園調布駅です。はい、こちら側もですね、Uターンしてます。そしてですね、はい、こちらがですね、大岡山駅です。こちらにですね、はい、またリューターンしてます。目黒線と大井町線が、で、渋谷で東横線と田園都市線がリューターンしてるっていう感じです。ちなみに今回一部架線もね、置いてみました。はい、そんな感じです。はい、てなわけで今回はですね、走行動画の方はね、また今度にします。はい、今回はですね、東急田園都市線、東横線、大井町線、目黒線風のレイアウトを作ってみました。じゃあまたね、バイバイ。